はい。かっくんさんからです。ありがとう。内田さんこんばんは。ラジオ初メールです。ありがとうございます。恥ずかしながら最近になって内田さんを知ったのですが、マヤというお名前が漢字は違いますが、自分の妹と同じで驚いてしまいました。さらに内田さんのことを調べていくと、弟さんを発見。名前を見てさらに驚きました。弟のゆうまさんと私の名前も同じという嘘のようなことが起きているのですごい。ちなみに妹は知っていたみたいです。これを知って以来勝手に親近感が湧いています。私たちゆうま、まーや兄弟は内田まーや、ゆうま兄弟をこれから応援していきます。いつか兄弟でライブなど見に行けたらなと思ってます。寒くなってきたのでお体に気をつけて頑張ってください。すごい、なんか混乱すごくない？字はね、二人とも違うんだけど、ユーマ、マーヤな、兄ユーマで妹マーヤなのか。はぁー、そんなパターンある？ない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 。ない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 。自分で置き換えない。ないなぁ。ないなぁ。その世界線あったかな？ないなぁ。お兄ちゃん。お兄ちゃん？お兄ちゃん感なくない？ってことは逆になったら出んのかな？でも、なんか。おい。おい、買い物行くぞ、みたいな。乱暴だな。どんな感じ？お兄ちゃんってさ、存在したことないからさ、私はさ。優しいお兄ちゃん？優しいお兄ちゃんってのあるの？なんか、あんまりそういう、なんて、お兄ちゃんってどういう存在か、なんか架空の存在なんだよね。アニメとかでしか出会ったことないんだけどさ。どうなんだろうな。お兄ちゃんには何でも言っていいっていう感じあるよね、でもね。妹がねだると何でも、なんか、え、お兄ちゃん、ちょっとあれ頼んどいてよ、とか言って、え、何頼みたいの？え、私さ、あ、ドーナツ食べたくてさ、みたいな、いいよ、みたいな、感じでしょ多分。ゆうまお兄ちゃんすぐ車で迎え、来てくれそう。変わらんやん、でも、下にまた。そうだね。いいなぁ。いや、ぜひ二人で見に来てください。うん。ゆうままや兄弟。え、それを、お手紙とかに書いてくれるとすぐわかると思います。